夜の音どのとのいどころから下がる朝、続いてその人ばかりが召される夜、目に見、耳に聞いて、口をしがらせた恨みのせいもあったか、体が弱くなって、心細くなった行為は、多く実家へ下がっていがちということになると、いよいよ、帝はこの人にばかり心を惹かれになるというご様子で、人が何と批評しようとも、それにご遠慮などというものがお出来にならない。ご聖徳を伝える歴史の上にも、暗い影のひとところ残るようなことにもなりかねない状態になって、